はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回はこちら、フォーカスゴールドという参考書があるんですが、こちらとのコラボシリーズ2本目となります。で、テーマが定期考査の学習法。まあ、中学生とかで言うと定期テストですね。中間期末みたいなの勉強のやり方について喋っていこうと思います。で、早速ね、本編に行きたいとこなんですが、一応このシリーズの説明を簡単にさせてください。 こちら、フォーカスゴールドという、っ感じた。高校生向けの数学の参考書なんですが、こちらの参考書の中にですね、コラムという場所があって、まあ、いろんなね、テーマを決めてコラムが書かれています。で、そのコラムとのコラボ、つまり今回定期講座の学習法っていうコラムもあるんですよ、実際。でそこに書かれているものと、私、配置のこれに対する考え方をこうミックス。 させてもらっててて動画をを撮っっいいいくというのをシリーズで何本かねやっていきますのででね見てみてみくださいでさいっきも言ったようにこれ高校生向けの参考書なんですけどこの内容に関しては中学生とかまあ高校生大学生とか小学生とかもう関係なしに参考になるように動画作っていきますのであ高校生じゃないから見なくていいやっていうわけではないのでね是非お付き合いくださいでは前置きがね少し長くなりましたが早速やっていきましょう で、まずですね、一つ目です。定期テストの勉強をするときに、大切なのは、テスト前の短期学習。つまり、テスト前一週間、うわーって勉強するだけじゃなくて、こっちが大事だよと。で、これが何かっていうと、まあ言われたらね、そうだよねってなるんですが、でもね、やっぱここなんですよね。それは、えー、日々の復習です。もうね、はいはいってわかりましたよ、それはと。 思う方もいると思います。ですが、あえて言わせてください。今回、確かね、コラムの中にもこの言葉があったかなこういうニュアンスかがあったと思うんですけど、本物の武器になる。皆さんにとって本物の武器。本物の力になるのはこっちです。なぜなら、えっ、ー、と、一週間前とかにね、焦ってわーってやったものは大体抜けて、後に残らないんです。力として。 これは高校1年生の時の私です。私、ハイチはそのタイプ。定期テストさえ乗り越えればいいやっていう勉強のやり方をやってたんで、ある程度取れはしましたけど、後の模試とかでボロボロになっていく。定着しないからね。でも日々の復習をやっておくと、まあこっちでも話すんですが、日々こういう復習、確認をしておくと、実際ね、定期テストの時、定期講座の時の勉強が楽になるんですよ。楽ができるの。 で、しかも、本物の武器、その後にもちゃんと残っていく武器、力になっていくので、やっぱりここは外せないんです。日々ね、毎日の積み重ねなんです。じゃあ、その毎日の積み重ねをする中で大事になるキーワードはこちら。これね、コラボの中に書いてあった。チラッと学習法。これなかなかキャッチーな言葉ですよね。一回聞くと忘れないと思います。チラッと学習法です。まあ、これ覚えておいてください。で、これはどういう学、勉強のやり方かっていうと、 三角×の問題を、ほにゃらら解き方を反復と。で、三角×に関してはちょっと後で説明します。まずここね。えっ、ー、と、三角×の問題を、頭の中で解き方を反復。つまり繰り返すんだって。で、これはですね、まあ自分もよく動画で話すんですけど、問題集とか解いてる時に、必ずね、解いたら印をつけてくださいと。 で、俺はよく、ま、さ、同じように三角×をつけるんですけど、三角っていうのは何かっていうと、例えば、ヒントを見て正解したものとか、何も見ずに、余裕って解けたわけじゃないの。ちょっとね、あのさ、参考書とかあって、たまにここのさ、問題の上に、例題みたいに載ってるじゃん。で、そこに、この公式が書いてあったらさ、その公式使うんだって分かっちゃうんだよね。で、それを見ないと、ちょっと怪しかったな、みたいな。ヒントがちょっと入ったな、みたいな。 問題だったりとか、間違ったんだけど、解説、丸付けして解説読んだら、あなるほど、分かった。それか、次はできるっしょ。みたいな、思ったのが三角です。丸じゃないんだよ、三角。で、×は、いや、無理っす。今の自分無理っす。みたいなのをよくこれで付けます。で、つまり、丸を付けてもいいんです。解けた問題、丸付けてもいいんですけど、自分はこの2個さえ付けておけば、つまり、印が付いてない、無印。印がないものは丸だからさ。 だから3つに分けるんですけど、ひとまずこの2個は絶対つけるようにします。で、反復しなきゃいけない問題、優先的にね、やらなきゃいけないのはどこかって、ここです。三角。いいで、三角がある程度固まってきたら、いや、無理なんだけどっていうのにチャレンジしていきます。なぜかっていうと、ここが定着するようになってる、なってきたから、実力が確実に上がるんだよね。レベルが上がっていく。レベルが上がった状態になれば、 ここがツだった。もう無理。溶ける気がしない。って思ってたのが、あれちょっといけるかもしれん。つまり、ツが三角に変わっていくんです。ここをね、定着させることによって。だから、まず三角をやんなきゃいけない。で、その時に、みんなね、反復って、こう繰り返せって言うとさ、どう思うかって、もうまずね、こうさ、まあ、私がいるわけよで、どう思うかっていうと、もうこれよ。はい、めんどくさい。みんなこれ。<laughs> 俺もそう。 反復ってめんどくさいんですよね、イメージが。で、なんでめんどくさいかっていうと、例えば数学の問題、特に高校生とかになると、一問解くときに書く量めちゃめちゃ多いんだよね、問題によっては。それを繰り返してなると、またあれ書くのか、みたいな、になっちゃうから、もちろんそれも大事です。に何度も紙に解いて解くのも大事なんだけど、違う。頭の中でやろうぜって。つまり、思い出せばいいんです。 このフォーカスゴールドでもまあね、中学生とかだったらみんなが持ってる問題集句ね、参考書でもいい。見ます。三角がついてる問題見ます。見たときに解き方が頭の中に思いつけばいいのよ。あ、そっか、あの公式をここで使って、そうそう、あのときここのなぁやり方で分数の処理間違ったんで気をつけなきゃとか、いい。思い出すだけでもいいの。だって解き方が思い出せればたどり着けるから。 計算ミスをするかどうかの問題でしょでそこはいいんだって、反復の時は。解き方。解き方が出ればいい。いいかいこれだったらめちゃくちゃ簡単でしょや,ってやんなくていいんだから。別にね、ソファーでゴロゴロしながらやってもいいよ。思い出すぐらいだったら。だから、1日数分で OK なの。この反復は。で、これをやるかどうか。で、このチラッと学習法っていうのは、チラッとね、パッ、チラッと見て頭の中で解き方を思い出せるかなってやるからチラッと学習法みたいな感じで呼ばれてるらしいんだけど、 これをやるかどうかによって、頭の中の定着率、後々あとあと自分が自分の一人の力で解けるかどうかの違いにつながるんだ。だから、ここがすごく大事です。でね、で、い思い浮かばない,い。見てみた。チラッと見てみたけど、あれこれどうやってやるんだっけってなっちゃったら、はい、紙で解きましょう。これは書くしかない。 そこで思い出せなかった、パラパラパラ答え見て、ああ、そう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 っていうのはちょっと違うと思う。だって見て定着しなかったんだから、やっぱりもう一回手動かさないとね、ここは。ちょっと言葉が悪いかもしれないけど、自分はこう思ってたの。自分は思い出せなかった自分が悪いから、罰としてちゃんとやりなさいって、自分自身にはだよ。って言ってた。これは英単語の暗記とかもそう。 よくね、これね、思い出せって言うんだけど、思い出せなかったらしょうがない。部屋まで走ってって、もう一回単語帳見て思いなさいあ、思い出しなさいみたいなね。しょうがないんだもん。忘れちゃったんだから。でも次、思い出せれば、これをしなくて済むんだから。いいかなこういう感じでやるといい。で、これをね、いこれをテストホニャララまでに完了させる。で、これはね、俺が勝手に言ってるんだけど、えっ、ー、と、遅くてもテスト2週間前。 までに完了させてください。で、これですね、あの、よくテスト、テストなんだ、テスト勉強中間来ますとかの時に、テスト範囲配られなかったらテスト勉強できないじゃないですかって言われるんですよ。で、これはね、間違ってると思ってて、例えばですね、今11月に多分投稿できてるかなと思うので、じゃテストがさ、12月1日から始まるとします。まあ中間が来ますか分からないけど、じゃ前回のテストが、じゃ10月10日にあったとしよう。 これ前回のテストね。でもこれ終わってんのよ。終わってる。で、今、じゃあ、この辺。じゃあ、11月の頭ぐらいかな。じゃ11月、じゃあ、7日とかにしようか。多分ね、これはまだテスト範囲配,配られないぐらいから。だと思うんだけど、そうするとさ、いや、どこ勉強すればいいんですかってなってしまうと思うのね。 で、もちろん、日々、毎日ね、授業で受けたところを確認していく。そこをね、えっ、ー、と、できないものの三角バトをつけて確認していくって、それでも十分なんだけど。でも、どうね、確認するかっていうと、前回さ、テスト範囲があったじゃん。ここまでテスト範囲ですよ。例えば数学がね、じゃ、P52 までが数学のテスト範囲でしたって言われたら、次のここのテストって、まあ、P52 から始まるでしょ。テスト範囲は。でしょ で、もちろん、たまにさ、前のテスト範囲もプラスする先生いるじゃん。P52 までだったのに、あれ ?P45 から出すんすかみたいな。先生もいるけど、でも、52から減ることはないよね。52までだったのに、次のテストは70ページからテスト範囲ですってことは、相当レアだから。ちょっと切れてた。<laughs> ごめん、これは切れてたわ。切れて、あの、切れてたじゃねえわ。で、レアだから、もう一応上に書くわ、45ね。なので、前回のテスト範囲を見れば、 こう、そっからね、前回のテスト範囲以降のものは基本的に出る。で、それが日々のさ、今受けてる授業でしょ。だから、毎日授業を受けて、その部分のワークとかを、問題集とかをやって、それを三角ツをつけていけばいい。ね、印がついてないものは余裕で解けるものなんでしょ。で、三角ツをつけていくと。で、この辺になってくるとさ、例えば、じゃあ、一週間前ぐらいにするかじゃあ、25日ぐらいに、じゃあ数学のね、 教科書ををページを勉強してるとでも結構こうさ、ギリギリでさ、あの、クラスによって進路が違うから、うちは70まで終わってんだけど、他のクラスが62までしかやってないと、70が出ない場合もあるよね。で、そこはさ、ギリギリのラインだからまだいいんだよ。でも、しかもこの時にはもうテスト範囲出てるから、基本的に。なので、いや、テスト範囲まだ出てないけどなって思ってる方は、前回のテスト範囲を参考にして、 今やってる勉強、授業を受けてる勉強の問題集、参考書、ワーク。もちろんフォーカスゴールを使ってもね、もちろん構わないので、そこをやっていくの、毎日。で、丸無印、三角、×をつけていく。で、それを完了して、テストね、テスト範囲が実際に配られました。だいたい2週間前に配られるから。配られたら、実際始めていくじゃん。で、その時に、もう三角、×ができてれば、三角だけやっていけばいいんだから。もう問題の選別ができてるんだもん。 だって、無印になってるもの、余裕なものは何回やったって余裕だって。そこを繰り返しやるぐらいだったら、ピンポイントで自分がね、得点が取れるか取れないか、まだ危うい問題をやってった方が、時短、時間も短く済むし、エネルギーも短く済むし、効率的にできるって。 だから、日々ね、こういった意識を持って問題書をやっていただけると良いと思います。でもね、結構長く喋ってしまってんで、もう一個だけ最後ね、付け足すと、スクラップノートのことも書いてあります。コラムのことで。あ、クラムのとこ,とこでね。で、スクラップノートっていうのは自分のミスった問題、わからなかった問題っていうのを自分でノートに書いていったり、あとは貼っていったりするやつです。で、これはいつも自分も動画で言いますけど、もめちゃめちゃ大事です。自分専用の最強の参考書ができるから、これやると。 今実際自分息子が二人いて、上の子小2なんですけど、小2のお兄ちゃんにも自分が作ってます。スクラップノート。そうで。やっぱりピンポイントで自分が間違った問題が集まってるから、それができるようになったら確実にレベルが上がるんだもん。だからね、ぜひ作ってください。ただ、そのね、問題集に載ってるものを手書きするとか大変じゃん。だから、全部やんなくていいから。特に手書きをする場合は。 なんかコピーして貼るとかだったら楽なんだけど、手書きの場合はもう1日1、2問とかがいいです。時間取られちゃうからね。で、意外とみんなやんないのが、これ。まあ、中間期末のテストとか、もしあるでしょ。あの、中学生なら実力テストとか。あの辺ってさ、全部紙媒体で出るじゃん。紙媒体。だから、この辺は終わった後に必ず切り貼りしてスクラップノート作ってこな切るだけだから、これに関しては。いいかな だから自分の生徒とかはよくそのね、模試とかのさ、用紙があるじゃん。で、こうやって問題文書いてあるでしょで、この近くに回答を書かないようにしてたの。計算とか。なんでかっていうと、ここを切って後でスクラップノートに貼る可能性があるから、書いちゃうと消さなきゃいけないんだよね。それがめんどくさいとか、そのスクラップノートの効果が下がるって言って。だから、この問題用紙はすごい綺麗な状態にしてることがいた。自分もこのタイプだったけど。 まあ、ここまでやるかどうかは置いといてになるんですが、ぜひね、スクラップノート、特にテストもしっていうのは切り貼りだけで済みますのでえ、この辺も今からやっておく。今みんながね、何年生かわからないけど、長い期間やればやるほどすんげえ強いスクラップノートできるから。だから早く始めて損はないんでね、こっちもぜひやってみてください。 はい、という感じで、ちょっと長くなってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。そしてね、ぜひフォーカスゴールドをお持ちの方は、ここのコラムとね、照らし合わせで読んでいただけると、よりね、発見があるかと思いますので、ぜひね、そっちも見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。